こんにちは。乗り越えネット共同代表の前田です。反レイシズム市民講座、ヘイトスピーチとは何か。今回は、メッセージ犯罪という言葉を取り上げて、それが何を意味しているのかということを考えていただきます。ヘイトスピーチとは何かということで、これまで、ヘイトスピーチの定義、その実行行為とか、実行犯、そして被害者、そして被害ということを取り上げてきました。で、それ全体をつなぐ形で議論しなければいけないんですが、アメリカの、ヘイト研究の中で、ヘイト行為がメッセージ犯罪になるということが言われています。で、これ大変、面白い分析であり、私はとても参考になると思って、ずっとこのメッセージ犯罪という考え方を強調してきました。メッセージ犯罪とは何かというのを取り上げます。で、これまでヘイトスピーチについて定義するということで、一定の定義を示してきました。ヘイトスピーチとは一定の動機に基づいて行われる。人種、民族、言語、宗教、性別、あるいは性的アイデンティティ等々に基づいて何らかの判断が行われ、行為が行われます。異なる集団間の優劣関係、例えば白人優越主義やユダヤ人劣等感、あるいは家父長制に基づく女性差別、あるいは異性愛主義に立つ同性愛者への差別、様々な形で、上下関係、優劣関係が作られます。で、次に一定の手段、方法によって行われますが、それが、スピーチと呼ばれるものですが、侮辱や脅迫や排除、あるいは迫害など様々な行為が行われます。そして、単に直接の標的に向けられるだけではなくて、公衆に向けられるということで、差別と暴力を衝動する、あるいは扇動する、煽るということが行われます。これ全体をまとめて、差別と暴力を社会に扇動する行為がヘイトスピーチである。これがこの講座で最初、初期の段階にお示しした定義です。ただこの定義にはまだ被害のことが入っていませんので、被害についても合わせて考えなければいけません。で、ヘイト被害の初相と書きました。前回までいろいろ取り上げてきましたけれども、精神的被害、感情的被害、あるいは心理的被害と呼ばれます。恐怖や、PTSD や様々な被害にあります。それから身体的被害があります。病気になるというのが具体的な例として挙げたものです。あるいは物的な被害、そして経済的被害も生まれます。で、これはヘイトだけではなくて、そもそも差別が行われると、その中で例えば、就職差別も起きますし、アパート入居差別も起きますし、教育の場における差別も起きます。様々な形で差別が積み重なって、経済的な、格差が意図的に作り出される。その下でさらにヘイトが行われるので、経済的被害も大きなものになるということが言えます。この意味でヘイト被害は実に多面的、多彩に起きてしまう。しかもなおかつそれが、個人に起きるだけではなくて、そのマイノリティ集団にも返ってくる。そしてその個人とマイノリティ集団全体が二重三重の被害を受けるという形になるので、ヘイト被害はとても大きいということになります。で、こういう形でヘイトについて理解しなければならない。それが、この講座で何度もご覧いただいているこの図で、示そうとして、単純化しているので十分示せているわけではないのですが、A が B を侮辱したということだけではない。B がマイノリティの一員であるがゆえに狙われた。
したがって B と同時に他のマイノリティ集団のメンバーも被害を受ける。また他方 A はマジョリティの一員ですが、マジョリティの公衆に向かって差別を扇動しますので、公衆が差別意識を持たされてマイノリティ集団を差別する、公衆が加害者になってしまうということが起きますが、私の見方では公衆は単に加害者になりうるというだけではなくて、見ようによってはこの公衆も被害者になりうる、まあマイノリティ集団 B が受けている被害とは全く違う意味になりますけれども、公衆が被害者意識を煽られ差別に加担してしまう、そういうことも起きるので、公衆が被害を受けることもあり得る、それが社会を分断させているという意味であるということです。マジョリティとマイノリティの間、赤い部分と青い部分の間に分断線が引かれてしまう、この分断が強化されるということになります。でこれも何度もご覧いただいた図ですが、差別、暴力、扇動の関係図です。まあ、差別と暴力を煽るというのがヘイトスピーチの最も、中核的な要素ですので、この部分に着目しながら被害を考えなければいけない。つまり差別被害もあれば、ヘイト被害もある。暴力被害もあれば、ヘイト被害もある。差別暴力の扇動によってそこに、様々な被害が起きてくるということがこの図でも、示せるだろうというふうに思います。でその上で扇動という部分です。ヘイトの被害を、ターゲットにされた個人やその集団だけではなくて、より大きな社会的文脈で捉え返すとですね、このヘイト行為、ヘイトクライム、ヘイトスピーチはいずれも何らかのメッセージを社会に発する。そのメッセージが被害者にも公衆にも伝えられる。そのことに大きな意味があるということが見えてきます。メッセージ犯罪という言葉を、私が知ったのは、これカリフォルニア・ルーテル大学のヘレン・アン・リム教授の論文です。このヘレン・アン・リムさんは何本か論文書いてるんですが、その論文ではアジア系住民に対するヘイト、あるいは、アジア太平洋系住民に対するヘイトを取り上げています。でアジア系というふうに言われるのは、ジャパニーズ、コリアン、チャイニーズが中心になります。それからアジア・パシフィック・アイランダー、アジア太平洋諸島の住民という言葉も使われますが、この時に言われているのは、例えばグアムや、西サモアがアメリカ領ですので、その地域出身の人たちがいます。さらに、独立国家ですけれども、パラオ、ミクロネシア、マーシャル諸島、この3つの国はかつてアメリカが国連の、信託統治領として統治を管轄していた時期があります。1980年前後に、独立したと思いますが、それ以前はアメリカの、統治領であったわけです。したがってこの地域は独立後もですね、アメリカとの関係が密接で、アメリカに移住する人たち、英語ができますのでアメリカに移住する人たちが多いということで、アジアパシフィックアイランダーというと日本、朝鮮半島、中国、台湾、そしてそれ以外の太平洋の島々出身者のことを意味します。でその人たちがどんな差別を受けてきたか、どういうヘイトクライムが起きているか、それがこのヘレン・アン・リン教授の、何本もの論文で、研究されている部分です。でその中に私もその一員であるということが、はっきりと書かれていました。で、リム教授はですね、アジアパシフィックアイランダーの人たち、そういう被害を受けた人たちへのインタビューを数多く、
こなしていますし、統計データも分析し、社会学、心理学の研究を行っているわけですが、その、主たる論文として、メッセージ犯罪としてのヘイトクライムという論文を書かれています。その、ポイントは、単なるその場で起きた犯罪にとどまらないのだ。この犯罪はメッセージ犯罪であって、メッセージは他のところへも飛んでいくのだ。ということを、リム教授は、何度も強調されています。メッセージ犯罪とは、被害者及びそのコミュニティを脅迫するためのメッセージ犯罪である。したがって、まず、メッセージそのものは、被害者、個人、あるいはその被害者のコミュニティ、そこに向けられているということがあります。で、ある集団に属しているがゆえに被害者に向けられる象徴的犯罪なのだと言われます。したがってこの犯罪が行われるときに、その場にいた様々な人々の中で、精神的感情的にターゲットにされて被害を受けているのは、そこで名指しされた、あるいは揶揄された一定の民族集団や一定の性的嗜好を持った人々となります。同じ場所にいても、そうではない人たち、自分は、名指しされてない人たちは、被害を直接は受けていないということになります。つまり、同じ地域、一定の空間で、一定の人々がいるところで、ヘイトクライムが起きて、体に怪我をした人だけではなくて、精神的に傷ついた人たち、その場にいた人たちの中で同じ属性を持っていた人々がとりわけより大きく傷つく。そのことが分かっているということになります。で、そこに注目してリム教授はヘイトクライムの犯罪性を強調するわけです。3行目ですが、ヘイトクライムが処罰されるべきなのは、単に身体的行為を超えて心理的感情的影響を有するからである。刑罰がより重くなるべきなのは、人種的不寛容の歴史に基づいて、被害者が特に傷つきやすく、身体的被害をずっと超えた被害を受けているからである、という言い方になります。つまり、歴史的に、社会的にずっと被害を受け続けてきている。その傷つきやすい、現に傷ついてきた人に対して、さらにヘイトが差し向けられて、犯罪が行われる。そのメッセージが直接言葉で飛んでくるということになります。で、さらにメッセージ犯罪の2番目として、リム教授はこういう言い方をしています。第一に、被害者は個人としてではなく象徴として狙われる。人種的マイノリティは白人ではないという差異に基づいて攻撃される。A さんが A さんであるがゆえに狙われるのではなくて、A さんが〇〇人であるがゆえに狙われる。あるいはアメリカで主流の社会構成員である白人ではない。まあ、アメリカの場合、とりわけ WASP というホワイトアングロサクソンプロテスタントの人々が社会の主たる価値を担っている人々ですが、その人たちを頂点にして白人が他の有色人種を、何らかの形で差別してしまう。そういう構図が出来上がっている社会なわけですが、したがってその社会に入った人々は白人ではないという、印でまず、着目されるわけですね。社会の中で、あ、この人は白人ではない。一目見てわかるわけです。その後、何人である、何民族であるとか、何々語を使っているとか、様々な理由付けがついてくることになりますが、まずもってその人であるがゆえにではなくて、白人ではないコミュニティ集団の一員であるという象徴として狙われるというのが一番目になります。第二に、それゆえ被害者には互換性がある。被害者はランダムに選ばれ、無差別に狙われる。
潜在的被害者は自分が狙われる原因となる特徴を変えることができない。将来の攻撃を避ける方法がない。A さんだから狙われたのではなく、黒人だから狙われた。あるいは、性的マイノリティが多数いるレストランに銃が乱射されて、被害を受けた。あるいは、新型コロナ禍の下で、アジア系であるがゆえに、暴力被害を受けた。アメリカにおけるヘイトクライムというのはそういう形で起きてきますので、被害者はランダムに選ばれる。したがって、その時被害を受けなかった人々も、もしかしたら自分もそこにいれば被害を受けたかもしれないというのは、直ちに判断できるということになります。しかも、自分の特徴を変えることが容易ではない。皮膚の色、あるいは、性的マイノリティであること、あるいは一定の障害を持っていること、あるいは出生地、居住地等、なかなか変えることが難しいとなると、いつまたどこで狙われるかわからないという状況が続くということになります。第3に、被害者は狙われたコミュニティの残りのものに対してメッセージを送るために攻撃される。アジア系アメリカ人にとっては、いつまで経っても外国人というメッセージであるという形になります。アジア系アメリカ人が日常生活の中で、近隣の住民、親しい人、職場の人たち、すでに一定の付き合いがあるにもかかわらずですね、やっぱりどこかからやってきた人、よそ者、外国人として扱われる。3世代、4世代住んでいて、アメリカ人として生まれ育ち、アメリカ人として意識を形成しているにもかかわらず、どこから来たのですかとか、英語がうまいですね、どこで勉強したのですかとかですね、そういう形で話しかけられる。もう分かってるはずの人からもそういうことが頻繁に繰り返されるというのを、マイノリティは経験してるわけです。で、そういうマイノリティに対してこのメッセージ犯罪は、大々的にお前たちマイノリティを認めないぞ。このマイノリティ集団はよそ者なんだ。いつまで経っても外国人なんだ。と、思い知らされる形で攻撃がやってくるということになります。これが、リム教授が言っているメッセージ犯罪ということになります。で、最後にもう一つ、これはリム教授は言っていないので、私の勝手な解釈になりますが、このメッセージはマイノリティ集団に対して飛んでいくだけではない。マジョリティ集団にも飛んでいく。それが、扇動ということの意味になります。ヘイトスピーチというのは、マジョリティ集団の一員であるものが、同じマジョリティ集団に、あいつらを差別しよう。あいつらは認めない。あいつらを追い出そう。一緒に差別しようぜ。と、メッセージを送っているわけです。したがって、このメッセージは、マイノリティ集団に対しても、マジョリティ集団に対しても、その他の集団に対しても、あらゆるところに向けられ、あらゆるところに飛んでいく。で、いつ帰ってくるかわからないメッセージとなります。というのも、情報化社会でメディアが、溢れています。インターネットで飛んでいきます。ある時誰かが発したヘイトのメッセージが、その時終わらない。もうどん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 転送されたり、蘇ってきますので、至るところにこの、差別メッセージが飛んでいく。これが現在の、ヘイトメッセージの意味だろうというふうに理解をしています。最後の部分は私の解釈で、リム教授がそこまで書いているわけではありませんけれども、ヘイトスピーチという行為の、性格、分類をした上で考えれば、メッセージ犯罪というのは、そういう性格のものとして、理解することができるだろうと思います。以上、今回は、ヘイトスピーチはメッセージ犯罪である、それはどういう意味なのかということを取り上げました。以上で今回を終了します。